はい、どうも皆さんこんにちは。今回なんですけど、ウィーレのマスターリーグやっていきます。最近ですね、ウィーレ非常に活発にやっているんですけど、なぜかという理由が一つあります。このマスターリーグ一番やってるんですけど、なんとですね、このチームの、選手、今メッシとか、まあ自分グリロナとかも取りに行って全然取れないんですけど、今ですね、これ年齢が22歳、これ若いですよね。これは、選手が転生して、イブラヒモビッチも転生してきています。こいつは27か、イブラヒモビッチ27なんですけど、メッシも転生です。でですね、自分が欲しい選手、メッシ、グリロナ、ネイマール、この3人欲しいんですけど、この3人をトップにして試合をやりたいっていうのが、まあ夢であり目標であるんですけど、なんとですね、前のシーズンにネイマール選手がですね、引退して、この年、このシーズンに、転生してくるんですよ。その転生したネイマールを取りたいという思いでやってるんで、相当今活発にウィーレやってるっていう感じですね。まあそれを置いといて、今日も試合をやっていきましょう。今日はプレミアリーグボーンマス戦ですね。一応なんとか1位を今キープしてるんですけど、結構混戦になってきてるんですよね。まだ前半戦だけど、さあ今日センターフォワードカバーニでいくか。で、あ、ロッペン使おう。右ロッペンにして左をミュラー、グリーズマンでもいいか。あー、でもグリーズマン絶不調だったな、やめよう。で、トップ下をハメスかな、ハメスにしてケータとヤヤトゥレは入れとくか。ベライにしよう。ベライにケータ、ヤヤトゥレにして、センター、あ、ビダル入れようか。 HP っていうか体力残ってるし、あと体力残っている組、あ、ポグバね、入れよう。バロテッリも入れたいけど、まあいいか、控えに一応置いとこう。で、ダビド・ルイス、センターバックだから、ジョン・テリー、あれいないな。ボアテングとモレッティにしようか。ちょっとね、試合出れてない組を使っていって、カシージャスにしようか。まあいいや、 OK、これでいきましょう。ちょっと弱いかもしれないんですけど、やっていきましょう。皆さんこんにちは。イングランドリーグ第11節シェフィールド対ボーンマス、この模様をお届けしてまいります。これ収録日が12月26日の4時です。おそらく2時間後の6時に公開していると思っております。だからギリギリで今日はネタがもうないんで、まあそういう意味でウィーレが一番撮りやすいっていうのもあるんで、ちょっとつなぎっていう意味で申し訳ないんですけど撮ってますね。さあ行きましょう。キックオフです。イングランドリーグ第1位、ビダルからカバーにロドリゲス、縦の動きね、縦の動き欲しいよね。ここは普通に上げよう。ロッペン惜しい、一人行って OKOK、 大丈夫、ミダル行こう。取れないか、ナイスナイス、ハメス縦ミュラーからの、ミュラーが切り返してビダル使って、逆サイ行きたいけどな。消えた、うーん、カバーに惜しい。ミュラーが
見て取れる、ナイスカバーに、ワンツー使いたい、ちょっと連携がね足りないね、惜しい惜しい、カバーにロドリゲス、ポグバ、ナイスポグバ、ナイスナイスナイス、いよいよ慎重に入っていこう、ナイス縦6ペン行こう、さあ常連組6ペン、スタメン常連組、うっと取られたか、いやいいシュートだけどいいキーパーだ、ナイスセーブ、さあボーマスの、おいナイスビダルからの、左サイドが今日は活発だな、いけるぞ、ロッペン準備、カバーに後ろ、ロッペン惜しいな、ミュラー、ナイスミュラー、ミュラー調子良さそうだ、惜しい、よしナイス縦、あー後ろ振り向けないか、もう少しドリブルテクニックがあれば、今のシーンもそうだな、シュートがないな、ロドリゲスナイス、あ取れないか、ナイス、ボアテング縦、ハメスからフォグバからハメス行って縦、ロッペン来た、流れ来たよ、カバーに惜しい、まあ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 、ここはポグバで決めましょうか、いけ、エニワマかキーパー、そうかそうか、さあモレッティ縦後ろ、あーそこ通らんね、しっかり守備をしてビダル行こう、いやハメスだった、ハメス、うーん取れない、このパスいいな、ナイス、縦一回当ててカバーに落としてミュラー、そのままカバーに使って取れないか、前回の試合では先制点のアシストを記録しています、ビダルがコースを切ってポグバ押し左、ナイス、ケータから左、ロッペン縦切り裂いて、あーミートがミートしんかったね、個人技だな、ナイス、ナイス、くそ、ナイスナイス、一回縦入れよう、左ミュラーは無理か、一気にこれ当ててくるでな、フォワードにそれ阻止したいんだけどな、左いいパス、いいパス来た、ロッペン抜けない、来た、あうまく奪ったんだけどね、さあもう一回ポグバいけるんじゃないか、いやーこれも取られるか、
ポグバー、ナイス。未来のヤヤトゥレだからね。取られた。まあ 0-0 か。ちょっとシュート少ないね。後半行きましょう。さあ頼むぞ。カバーニの点が欲しいね。一応新人だからね。左じゃない右。ナイスカバーニ。これですよ。素晴らしい。このロッペンのね、このロッペンの切り裂きからのカバーニですよ。完璧です。ナイスカバーニ。惜しい、まあ、今シーズン初ゴールだった。先制しましたけど安心はできないですよね、はい、当然相手はグレッシブに攻めてくるわけですから攻守のバランスをうまく、おっと危ね、危なかった。縦行って後ろ、右サイのロッペン使う、いけ、クロスからのカバーに、惜しいね。ポグバいけるぞ。ちょっと遠い。わー、なんかトリッキーなシュート打ったな、ロッペン。どんまいどんまい。ボアテングのヘディング。一人子、一人子。ナイスナイスナイス、ハメスだな。ナイスハメス。ボーンマス、前日の試合では終盤かなり追い上げられながらも辛くも勝利しました。そうなんですよ、後ろ来た、ケータ全体的によく動けてましたし、ほとんど自分たちのペースで試合を進めていたんですけど、下げて、あ、下げれない。要因はやはり疲労なんでしょうか。そもそも疲れはあると思いますけども、それよりもチームハメスから真ん中、ビダル切り返して、惜しい、惜しいけど円に円じゃない、ゴールに入れようぜ。せめてキーパーに。ロッペン、うー、消えた。ハメス、ポグバ、いけ、惜しい。いや、いいシュート打つんだけどね。あれ今ディフェンスに当たってないか。マジか。ハメスヘディング惜しい。さあネイマールが早く欲しいからね。うやばい、ナイスキーパーナイスキーナイスキー。素晴らしいですよね、ファインセーブですよね。この場面でスーパーセーブ。さあクリア、ここはクリア、クリア、ナイス。ミュラー縦、さすがにか。もう1点欲しいな。ナイスミュラー、ナイス。ロッペン縦行こう。いやー横パスが通らんか。ビダル、ナイス。ポグバ、ハメスから縦、あーそこ通らんな、カバーには。あ、ナイスポグバ。いやもうこれはヤヤトゥレの引き継ぎはもう完全にポグバだね。さあケータ、おっとファールじゃないか、ファールじゃないか。ポグバ
ナイス、完全にポグバハマってるわ。カバーに仕掛けてファール、来た。これイエローだろ。イエローじゃない、あ、イエローだね。オッケー、これはね決めたいね。ここはカバーニ、カバーニじゃない、あ、ロッペンにしよっかな。どうしよう、あ、ホンダ、でもホンダはな無回転だでな。ロッペンでいこう、決める。この位置ロッペン、あー当たったか、どんまい。さあこのコーナー決めよう。ホンダでいいんじゃない、ホンダ、ホンダ、ホンダ、行こう。来た。後ろの、惜しい。ややトゥーレじゃん。惜しいじゃん。すごいいいシュート打ったな。惜しい。さあ、どんどん圧力かけていこう。もう1点欲しいからね。ホンダ、惜しい。これはこのままカバーニかな、フォワードは。さあビダル、ポグバとヤヤトゥレが一緒にいるな。ナイスボーテン、ヤヤトゥレ使って、ヤヤトゥレ、もうロッペンはいいわ。これミュラー、カバーにか、あーカバーに使ったか。ナイスホンダ、縦後ろホンダ、うまいうまいうまい、シュートが入った。ナイス、素晴らしいシュート。ホンダが奪ったで、カバーに、カバーにがうまく切り返してホンダ使って、ホンダが転がす、素晴らしい。いや、いいシュートが入った。さあ、ロッペン行こう。ナイス、来た。うっと、ミュラーか、そこミュラーか、カバーにでよかったぞ。ビダル、ポグバ行こう。ポグバ、ポグバ、ナイス。右サイ、来た。後ろヘアトゥレからカバーに、惜しい。ヘアトゥレ、これいけるよ。しっかりディフェンス、ホンダ、いや、やっとる。ポグバ、ナイス。いやー、このパスは通らんな。ナイス、ビダル、ビダルじゃない、ダビド・ルイス。ホンダの後ろのポグバー、ナイスポグバー。いや、ポグバ大活躍だな。さあここはクリアして、しっかり試合を終わらそう。危ない危なかった。いやー、ナイスゲーム、ナイスゲーム。はい、というわけでボーマス戦勝利、そしてネイマール獲得に一歩近づきましたね。一日一日近づいていこうと思っております。はい、というわけでですね、2対0で完封勝利ということで、また次回の動画でお会いしましょう。さよなら。